松田学です。最近のちょっと政治の動きに絡んでいくつかのニュースをお話ししたいと思います。あの、1月下旬に入ってからのですね、まあ,あの、沖縄の名護市長選ですね、のお話もありますし、またあの、佐藤ヶ島の金山の、えー、遺産登録の話もありますしですね、えー、まあ、いろいろありますけれども、まず、 名護市長選ですね。えー、戸口武豊さん。え現職の市長が再選されまして、え岸本洋平さんという方と争ってたんですが、あ戸口さんは自民党と公明党が推薦と。え岸本さんは立憲民主党と,党と共産党と令和新選組と社民党とですね、地域政党の沖縄社会史大衆党が推薦ということなんですね。えで、この岸本さんって方がですね、え辺野古へのですね、 普天間まの移転に移設に反対という立場で、で、え、戸口さんは、この問題を表に出さずですね、自らの実績をアピールしたという構造の中で、徳戸口さんが1万9,524票、岸本さんが1万4439票、5000票差ですね。 で、現職は勝利したということです。徳ー、さんは名護市出身の60歳の方で、名護市会議員、市会議員を務めた後ですね、あの、前回の4年前にですね、市長選挙で初当選。で、この辺野古への普天巻町に移設をめぐってですね、まあ国と沖縄県がもう対立がついているのは皆さんもご案内のとおりでですね、 で今回の選挙戦で、戸口さんは国と沖縄県の争いの推移を見守ると、推移を見守るという立場をとってですねで、1期目で実現した給食費とか子供の医療費の無償化などの実績を強調したと。戸口さんはですね、普天間基地の移設計画については、県と国が裁判を繰り返している中で、市長としては移設を、あ推移を見守るしかないという姿勢は変わっていないと。で岸本さんの方は、デニー玉城知事からですね、 全面的な支援を受けて移設計画の中止を訴えたが及ばなかったわけですけれども、今回の投票率は68.32%で、前回4年前を8.6ポイントを回って最も低い投票率だったということです。で、この岸本さんの方はですね、 この普天間の移設計画については、選挙戦を通して辺野古への新基地問題について、市民の思いは反対であったと受け止めていると。選挙戦では市民の体制を反対だと受け止めていると、岸本さんのおっしゃっていることで、そしてまた、あの、玉城知事はですね、私たちの力不足でこのような結果になったのは残念だと。相手候補を応援した人の中にも、辺野古への移設に反対だと思っている人はいたかと思う。 私はこの選挙結果に何か懸念を持ったわけではなく反対する思いは1ミリもブレていないと話していたということです。自民党の茂木幹事長はですね、大きな勝利だ。今年は参院選挙があり、沖縄では秋に知事選挙を控えている選挙イヤーだ。大切な最初の選挙であり、良いスタートを切ることができたと。 で、勝因についてはですね、今の政権の高い支持率がプラスに働いたと。あとで支持とことを話します。え、一方、相手陣営はオール沖縄という共産党も含めた枠組みで、共産党と連携することに対する違和感も大きく広がったのではないかと述べたということです。 自民党の世耕参院幹事長は、夏の参議院選挙に向けて大きなステップになったと述べたということです。自民党の遠藤選挙対策委員長は、自民、公明両党が安定した政権を作り、コロナ禍で痛んだ経済の回復に取り組んでいることも評価されたのではないかというふうに答えています。公明党の高木選,高木選対委員長は、公明党と自民党が力を合わせて押し上げた結果であると。立憲民主党の大西選対委員長はですね、 現職にあと一歩のところでまで迫られたことは、オール沖縄を中心とする野党勢力の主張が一定の評価を得られたと受け止めていると。まあ、現職がいつもね、あの、こういうのは有利なんですが、五千票まで迫られたということを評価しているんですね。まあ、五千票ってある程度の差をついたという見方もあると思いますけれども。共産党小池職局長は、現職は軽装を見守るとして、最後まで新基地建設推進の姿勢を隠した。 今回の選挙結果を受けて政府は新基地建設が容認されたなどとして建設を強行することは許されないということを強調しておきたいえ。沖縄では今後も大事な選挙が続くので、日米地位協定の抜本改定、新基地建設ストップのために全力を尽くしていくと述べたということです。えー、社民党の服部幹事長は、現職陣営による辺野古葬典外しの戦術、え自公政権による予算を使った懐獣策などの前に一歩及ばなかった。 辺野古、移設遺については、県民投票の意思や、地方自治を踏みにじり、軟弱地盤の上に強行しようとする実現性のない無謀な計画であり、断念すべきだというコメントをしたと。政府高官は NHK の取材に対してこう答えたそうです。名護市民が地域振興など生活者の視点を第一に投票先を選んだ結果だと受け止めていると。 えー、また政府関係者は、ああ、辺野古への移設計画を進める上で、意見交換のできる関係を築いている現職が勝利してよかったとほっとしているということです。まあさっきもちょっと出ましたが、実は今年はですね、どういう年かといいますと、これは日本全体がそうなんですが、まああの、いろんな意味で何,何十周年というのがあります。まず、えー、主権回復70周年、サンフランシコ講和条約、えー、1952年でした。ちょうど年、まああの日本が、えー、まあ独立国家と、 まあでも現実的には反独立ではないかという議論はありますけれども、一応形の上で主権回復して70周年。それからもう一つ、日中国交回復50周年というのがあります。これはですね、あんまりこの <laughs>、あの今、50周年を迎えたと言って、あの、お祝いできる気分でもないんじゃないかなと思いますが、もう一つ大切な50周年がありまして、これが沖縄が本土に復帰してからですね、五十周年、日本に復帰してから50周年だったんですね、今年はそういう意味で。 沖縄の土地でもあるんですが、その沖縄の土地でですね、実は沖縄県内で今年予定されている選挙が目白押しなんですね。えー、あの今回1月23日の名護市長選挙。えー、これはあの争点は辺野古移設問題とされていました。えーまあ、保守系が勝ちました、えー。その次に2月27日に石垣市長選挙、えー、で、えー、現職は保守系ですが、これは自衛隊配備計画が争点になるだろうと言われています。 それから4月24日には沖縄市長選があります。これも保守系が現職ですが、原子勢の継続化、刷新化が争点になりそうだと。そして、この参院選が7月にあるんですね。やっぱりここでは基地問題が争点になると言われてまして、今の発展に田城知事が続投すると、政府は非常にやりにくくなるということで、ここが一番の焦点になると思います。 えー、あ、失礼。これは、あの、知事選ですね。あの、参院選は7月です。で、知事選がですね、これ、あの、9月29日にあるんですね。で、基地問題。これが非常に重要な、分かれ目になると言われています。で、その後ですね、9月29日に、その後で同じ日ですね、知事選と、宜ノ前市長選があります。これは、当然、普天間飛行場問題が、争点になる。それから11月15日、那覇市長選ということなんですね。 で、今、あの、知事もですね、那覇市長,市長もですね、現在はオール沖縄系であるという状況です。えー、まあ、これで一体どのようになるかですね、で、今回の名護市長選について、えー、まあ、こんなコメントも出ています。まあの、政府は計画推進に向けて、あの、移設、移設計画の推進に向けて、地元の理解を得た形には一応なったと。で、この移設工事にあたっては、名護市長も一定の権限があるんですね、えー。市側からですね、工事を妨害される事態を免れたと。 ということで、ただ、あのー、県知事の方がですね、デニー知事の方があらゆる手段で工事阻止を図っているんでですね、本当の勝負は秋の知事選になるだろうと言われています。えー、岸田首相はですね、今回の市長選の名護市長選の結果を受けて、名護は最初の大事な選挙だ、頑張ろうということで、葉っぱをかけていて、まあ、勝利できたんですが、 これかなり政府・与党は名護市要請にこだわっていました。というのはです、ね、この埋め立て予定地に流れ込む河川の水路変更工事で市側の協力がないと、理解がないと遅れる恐れがあったんですね。で、まあ、今回、地元の理解という大義義名分を維持するということで、大きな目的を一応与党は達せられたということになるということなんですが、実はこの政府が辺野古の埋め立て工事で土砂投入に着手したのは、ちょうど今回、再選された戸口さんがですね、前回の平成 で30年2月に初当選した年の12月だったということです。で防衛省関係者によると徳次氏があの時に勝たなければあのタイミングではできなかったというふうに言っているとで政府は徳次氏が初当選した後ですね これを受けて、えー、年約15億円の米軍再編交付金を交付してきたそうですね。で、これは、あの、基地負担をお願いする政府の側としてですね、感謝の気持ちを形で表すということで、この交付金の一部を保育費や子どもの医療費や費給食費の,の無償化3点セット、これ無償化3点セットというのを財源に充ててですね、 で、結局、市内ではですね、移設反対の影響力が弱まったという流れがあったそうです。えただ、あの、4年前はですね、名護市長選で与党推薦候補が勝利したとは言ってもですね、その後の9月の知事選は移設反対を掲げた玉木さんが勝利してるんですね。えまあ、4年ごとのサイクルなんでそうなんですね、同じ、同じ年にやられてるんですね、前回もですね。 えー、で,なんですから、これ、予断を許さないということだろうと思います。与党にとってはですね。で、戸口さんは、あ子育て支援政策なる4年間の姿勢運営が評価されたと当選を語っていまして、まあ、選挙戦で在日米軍再編の影響を受ける自治体への交付金を活用してですね、さっき言ったようなですね、子育て支援を推進した実績を掲げたわけなんですけれども、えー、基地問題に関してはですね、今置かれている立場で名護市は、 何をすればいいかを考えたいと、ノベルトは逃げてるわけですね。えー、ということなんですが。で、で、いずれにせよ、今回ですね、まあ、例の、あの、オミクロン株が、米軍基地から拡大したという騒動を受けてですね、これあの、えー、やあの今回の野党側がですね、えー、有利な、えー、状況にあった中で、 この与党が勝ったということで、やはりこの与党側のかなりですね、立場といいますか、これが支持率の高さというのはやっぱり反映しているのかもしれません。で、同じ日にですね、あの沖縄県南城市長選で投開票になったんですが、ここもですね、与党系が勝っています。4年前のこの南城市の前回選は敗北していたわけなんですね。 で、この、えー、南城市の市長になった候補の方もですね、子育て支援や福祉施設の建設といった経済政策を主張していたそうで、やはりこの住民、あの、住民から見ると、この福祉とか、からあの、子育てとか、そっちの生活に関わるもので、お金がこう、えー、多分名護市でこうね、あの、優遇されてるのを見ると、やっぱりそういう地の方に入れたくなるという気持ちが、勝ったんだろうなという感じはいたします。 さて今、ちょっと支持率の話が出ましたが、岸田内閣の支持率の数字が、この1月の下旬にいくつかの世論調査機関から出ています。FNN 世論調査では、支持するが66.9%、高いですね、えー、3分の2以上が支持するということですね。で、この調査でどの政党を支持するか、自民党は40.3%、4割。 立憲民主党が6.0%、日本維新の会は6.7%、日本維新の会が野党第一党の立憲民主党を上回っているんですね、支持率はですね。で、あと以下、公明党3.2、国民民主1.3、共産党2.7、令和新選組0.8、新政党内はないは35.4%ということですね。まあ、結構、ま、未だに新政党はないところは、えー、という,う、層が非常に大きいですね。それから、あ 政府の新型コロナウイルス対策を評価するかどうかにしては、評価するー54.2%、評価しないー36.3%ということでした、えー。で、オミクロン株の感染拡大を受けて、会食や旅行などを控えようと思うか思わないか、思うという人が88.8%。まあ、あの、9割近い人がですね、控えるということですね。えー、それから敵地、今話題になっている敵基地攻撃能力は持つべきと答えた方が43.5%。 持つべきでないは50.6%。まあ、あの、持つべきと考えている方が持つべきでないと考えているもやや低いけれども、まあ、割れていると。心も割れているということかと思います。え、それから後でもお話しますが、佐渡島の金山を世界文化遺産に推薦すべきだと思うか思わないか、思う。53.8%。 思わないが33.9%に、3分の1が思わないというのは、ちょっとこれ意外ですね。何か、何のこる韓国とゴタゴタするのが嫌だっていう国民が多いんですかね。ちょっとこれはびっくりしました。そんなにいるということですね。毎日新聞の世論調査をちょっと見てみますと、岸田内閣を支持します。支持する52%。まあ、前回の54%、は2ポイント下がっていて、えー、いるんですね。でこれ何なのかというのはちょっとわかりませんけども、もしかすると、 あまり言えないことちょっと今のオミクロンに関するあのかもしれません、えー、そして岸田、えー、内政権の新型コロナウイルス対策を評価しますかというのが、実は評価するというのは大きく下がっているんですね、前回の46%から31%まで下がっていて、評価しないが26%から39%まで増えているんですね、まあ、いろいろと国民の間にではないかという,こう、ね、あの批判も広がりつつあるのかもしれません。えー、あままり言うとまたあの 断されますので <laughs>、えー、このぐらいにしておきますが。で、北京冬季オリンピックが開かれますが、どう思いますか中国の人権問題やコロナの感染状況などを考えると楽しむ気持ちになれないが60%ですね。やっぱり国民の多くがこういうふうに感じているわけですね。そして、この毎日の調査での政党支持率ですが、自民党が30%、立憲民主が9%、維新が18%、えー、なんですね。 で、これですよね、立憲民主の2倍の支持率になってるんですね、これですね。で、で自民党が30%で維新が18で、で、前回は自民党が27で維新が22だったんですね。で、自民党と5ポイントしか差がなかった。で、今回12ポイントに差が開いているんですが、まあ、まだまだこの維新の人気はつ,ついているということだと思います。 支持政党はないと答えた方が4分の1を25%です。そして、参院選の比例代表でどの政党に投票したいか。自民党が27%。立憲が11%。で、驚くことに、維新が21%なんですね。あの、比例代表でどの政党にいるた維新と各く人が21%。自民の27%、6ポイントしか咲がないと。 これは参院選では相当維新が強いように見えますが、まあ、まだちょっと先のことなので、その他にどういうふうに動いていくかわかりませんが、現時点ではこうだということです。さて、話題の佐渡金山の世界文化遺産推薦に関してですが、1月24日午前の衆議院予算委員会で林義正外相がどう言ったかというと、佐渡島の金山の世界文化遺産推薦に関してはですね、韓国への外交的配慮を行うことは全くない。韓国側の独自の主張は受け入れられず、 強く申し入れを行ったと。登録を実現するで何が最も効果的かという観点から総合的な検討を行っている。ということです。これは自民党の高市さだ政調会長への答弁ですね。うん、まあ、あの、結構あの、高市さんがこの質問代表、あの質問に立ったときの えー、あ、れ、予算委員会の質問で立った時のですね、もう頑張れという声はですね、SNS でもあちこちから出ていました。素晴らしい質問だったということでありました。でも一応、あの、林外務大臣も、えー、こういう答弁をしているということですね。で、これあの、令和5年、つまり来年の世界文化遺産登録を目指す場合にはですね、来月、あの2月1日までに、 国連、あの、ユネスコに推薦書を提出する必要があるんですね。えー、でも韓国がごねてるわけですね。朝鮮関東出身者が過酷な労働に従事したとして反発しているでも、サダの金山とちょっと時代が違うんじゃないかと。あの、ちょっと常識的に考えてみたら何を言ってんだというふうに思いますが、でも韓国はそう言ってると。で、えー、まあ政府はですね、まあこの韓国の反対によって登録が見込めないという理由から推薦を見送る方向で調整しているわけなんですが、 高市さんは必ず今年度に推薦を行うべきだと主張して、林外務大臣は今年度の推薦をしないと決めたことはないと説明したということです。で、岸田総理は、この歴史認識問題について自分の内閣の重視していると、客観的事実に基づく正しい歴史認識が大事だということを、まあ一応言葉の上では答弁しています。で、この中でちょっと気になるニュースがですね、NHK が この昭和30年に放送した大昔ですね、NHK 番組、緑なき島という、で、これはあの長崎市の、いわゆる軍艦島、これ正しくは橋間炭鉱というんですが、橋、この橋に島と書いて、橋間炭鉱を扱った番組だったんですね。で、そこで NHK がですね、これあの、に、あの、熱像ではないかと、実際の橋間炭鉱以外の映像を使ったんじゃないかということをが疑われていたんですね。それで地元の方が、これは、 あの、地元の不名誉に当たると言って、きちっと調査してくれということに対して NHK が回答を出してきたのが、橋間炭鉱以外のものであるとの結論には至らなかったという調査結果を求めた。 だから、あの、これ、ちょっとね、期待外れのことを言ってるわけですね、NHK はですね。で、校内の映像は当時の実態とはかけ離れてるんですけれどもですね、これまた韓国メディアなんかで、軍艦島で朝鮮人、戦時労働者が非人道的な対応を受けていたという主張の論拠にされてるわけなんですね。で、あの、NHK はどう言ってるかというと、現時点では明確な根拠があるとまでは言えない内容も一部存在するものの、 番組の映像が橋間炭鉱以外のものであるとの結論には至らなかったとこういうことなんですね。で、この短編映画は、軍艦島での人々の暮らしぶりを描いた不読的な内容だったんですね。で、鉱内、鉱内の、まあ、鉱内とは炭鉱の鉱内の映像での作業風景が、元島民の証言や鉱内規則にも反しているということですね。 で、元島民が約70年も前の画像を問題しているのはですね、映像が韓国側の反日プロパガンダに利用されていっている不当な理由で、故郷が貶められているということが理由なんですね。で、NHK は平成22年にこの映像を韓国の公共放送 KBS に提供したらしいんですね。で、その後、韓国のテレビ局やネットメディアが軍艦島をですね、朝鮮人共生連行と関連づけて報じる際に、この校内の映像を 引用するようになってですね。で、韓国のプサンに国立日程強制労動員歴史館というのがあるんですね。ここでは現在も映像が使用されているということらしいです。で、専門家たちがですね、まあ、あの、これ、幾度に、 これおかしいんじゃないか、考えられないと疑問視しているのがですね、この校内でのですね、照明のあり方だそうでして、この映像では電球がむ,しむき出しの状態で使われているんですが、これが弾みで割れちゃうとですね、花火でガス爆発を誘発しかねないんですね。またあの、この橋間炭鉱ではですね、大規模停電があった際に、作業員がもう真っ暗な行動から生還できたのは、キャップランプをつけていたためという指摘もあるんですね。ですからこれあの、あり得ないと。 この、え、電球っていうのはですね、そんな映像もあるということです。で、え、山田博参議院議員自民党はですね、こんなふうにコメントしています。どっちつかずの結論を出していることに怒りを感じる。韓国側の主張を否定することから逃げ続け、元島民の名誉を傷つけている。第三者を主体とした調査委員会を立ち上げるべきだ。国会で厳しく正していくというふうに述べてあられます。また、あの、和田正宗参議院議員もですね、 NHK は韓国 KBS が日本を貶めるような使い方をしていることに撤回と訂正を求めるべきだと言っまあ、この二人とも元次世代の党の、私と一緒に活動していた、今自民党で復活してますがですね、自民党に行ってますがですね、この次世代の党の精神をこうやって国会議員として引き継いで、こうやって国益を観点から活躍していただいているということだと思いますが、 まあ、あの、これ NHK はですね、この時にああいう言い方ではなくて、橋間炭鉱での映像とは断定できなかったというぐらいの言い方で済ますべきではなかったかという意見もあります。ただ、いずれにしてもですね、今回のこの話を見ても非常に腹立たしいのはですね、あの、日本にとって不利な歴史的な内容について不利な材料って全部日本側から出してるんですね。これ慰安婦問題もそうでしたしですね。 で、こんな映像をどうやって作り上げても、NHK も NHK として、こういう時にやっぱり NHK はどういうスタンスに立っているのかっていうのはやっぱり見えてくるんですね。えーまあ、この問題もきちんとけじもつけてほしいと思います。それからもう一つこの話題になったものを一つ取り上げますと、ヒットラー発言が出まして、立憲民主党の菅直人元総理がですね、 えー、日本維新の会を創立設した橋本徹氏に言及した上で、維新に関してナチスドイツのヒトラーを思い起こすと、ツイッターに、ご自身のツイッターに投稿したということですで。橋本さんはですね、同じ日、これ1月23日までに投稿されたということなんですが、えー、橋本さんは直ちにですね、ヒトラーへ重ね合わす批判は国際的にはご法度だと反論したと。 また、あの、維新の代表の松井大阪市長はですね、誹謗中傷を超えて侮辱だと抗議する投稿をしたということです。この菅直人氏は、十1日ですね、一月21日に、橋本氏をはじめ、弁説は極めて歯切れが良く、直接話を聞くと非常に魅力的。維新についてですね、弁説の巧みさでは第一次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒトラーを思い起こすと書き込んだということです。 でこれに対して、えー、日本維新の会の副代表の吉村大阪府知事はです、ね、1月24日に、この菅直人元首相に、ね、この、えー、投稿内容についてです、ねえー、とんでもない発言だということで、立憲民主党に謝罪を要求する考えを記者団に示したということです、えー。国際法上ありえない、どういう人権感覚をお持ちなのかと、元総理でもあり、現在も党で責任ある立場の方、発言は重いと語っています。 まあ、ナシスとかヒトラーとか、あの、与党の方でも、そうやって重鎮の方が、あの、出現をされた事例もありましたけどもですね。えー、まあ、金句なんでしょうね。えー、で、ただ、あの、橋本さんがですね、まあ、ヒトラーと同じような弁舌で国民の心を動かす力がある、まあ、あ半世紀に一回の、すごい天才的な政治家だっていうことは、まあ、多くの人が語ってきたことなんですね。まあ、そういう流れで言ってるのかもしれませんけれども、まあ、あのー、 そうだとしてもです、ね、私はです、ね、この当時のドイツ国民がヒトラーの弁説に酔いしれて、まあ、第2次大戦の方に行ってしまったということがあったんですがでじゃあ、そういう政治家が日本に今あられるべきなのかというと、まあ、あのリーダーシップが政治には問われていると言われますけれども弁説でこう国民を酔わせるというのはこれは日本の風土に合わないと思っています。えー、というのはです、ね、このは、えー、誰か特定のリーダーダが 国民をぐいぐい言葉で引っ張ってですね、動いていく国柄ではないというふうに思います。えー、つい先ほどですね、えー、歴史家のなぎ善光さんが対談してのおっしゃってましたけれども、やはり日本人というのはこのもっと自分の自由とかですね、そういうのを尊重している国柄がずっと営まれてきたわけなんですね。 えー、特定の先制的なですね、権力者に引っ張られて国が動いてきた国とも違いますしですね、それからあの一人一人の国民がですね、えー、もっと自ら自覚をして自由を求めていくという営みをですね、それっちが今、あの泣いちゃってるわけですね。 あの、まあ、あの、私がかかっております参政党はですね、やっぱり国民自らが学んで、そして日本のことを知ってですね、えー、そして、えー、この本当のことを分かった上でですね、えー、国民自らの要求として正常化していくというですね、 そういうスタイルというものを賛成と目指しているんですけれども、日本というのはそういう形で動かしていくものであってですね、天才的なアジテーターを動かすような国であってはいけませんし、そういう政治を作るのはいかがなのかなというふうに思います。で、その代わり大事なのは一人一人がですね、今回も歴史認識問題に関わる問題が出てきましたし、また沖縄の問題は、 これはあの中国によるサイレントインベージョンの格好の対象として現に、えー、浸透工作がものすごく進んでいる地域なんで、えー、こういった意味での危機感であるとか、あるいは国柄であるとか、あるいは歴史認識とかそういうものについて多くの国民が真実を知っていくということの自覚の上に立った政治を作っていくのは国民自らであるということは最後に復元しておきたいと思います。どうもありがとうございました。